レジス、もっと他の場所で待ち合わせてもよかったんじゃないか。レジス。くそ、鍵がかかってる。場所はここで間違いないはずだぞ。どこか他の入り口を探さないと。例の目を使おう。興味深いな。吸血鬼と墓地で待ち合わせとはな。これ以上陳腐な状況があるか。今は思いつかないな。扉に鍵をかけなくてもいいだろう。私のプライバシーはどうなる。誰にも煩わされたくはなくてね。招かれざる客はお断りだ。それにお前なら入り方がわかるだろう。確かにそうだ。お仲間を探すためだったな。手を貸してくれると助かる。できる限りのことはしよう。だがお前がどうしたいのかは問題じゃない。重要なのはデトラフが何を望むかだ。彼が見つかりたくないと思えば見つかることはない。絶対にだ。それでも何か方法はあるだろう。吸血鬼はあらゆる感覚による探査を回避でき、居場所を予知する種類の魔術も一切効かない。最高級のメガスコープですら役に立たない。ではこれは使えそうか。どこで手に入れたんだ。怪物の犠牲者の一人が川のそばで発見された。死体はバラバラに切り刻まれていたが、奇妙なことに手が三つあった。指輪をしたその手は別人のものだ。ブルクサも興味を示していた。デトラフの手だ。間違いない。まだ使えるはずだ。この指輪は興味深いな。見たこともない金属でできている。それにこの装飾は
我々の故郷、天体の豪が起こる前の故郷にあったものだ。実はもともと私のもので、私は敬愛する旧友から譲り受けた。彼は一種の人間中心主義者だった。我々吸血鬼はここでは訪問者で、この世界の主である人間と古き民族に敬意を払うべきだと考えていた。敬意？人間を家畜のように殺しはしないという意味か？その通り。私がその指輪をデタラフに譲った理由も、旧友が提唱していた理想を忘れないでほしかったからだ。その手を使って何をするつもりだ？組織記憶に関するコンビナリウスの学説を聞いたことは？確か何かで読んだことが、忘れられた錬金術だったか、ケイアムルヘンにあったボロボロの本だ。だが記憶通りなら、コンビナリウスは実証できなかったはずだ。実証はできていた。ただその結果を発表できなかっただけだ。彼とは友人で書簡のやり取りをしていた。だから彼の研究が完成して最初の実験も終わっていたことを知っている。複雑なので詳細は省くが、要するに身体組織の一部を使ってその体全体が経験したことを再現することが可能なのだ。どうやるんだ？特殊な装置を使うのか？煎じ薬を調合する必要がある。コンビナリウスは共鳴水という私的な名前で呼んでいた。それを飲めば意識がなくなり、一種の催眠状態を誘発できる。その状態になると、組織の持ち主が強烈な感情とともに記憶した出来事を見られる。まるで他人の人生を断片的に夢に見るような感覚だ。デトラフがこの手を失う直前まで何をしていたか見れるかもしれないと。その通り。それに加えて隠れ家の場所も見えるとありがたいのだ。単純にデトラフを召喚できないのか？二人とも上級吸血鬼なら。正直に答えるなら方法はある。だが信じてくれ、その方法は使わずに済むのが一番いい。最後の手段として取っておこう。本当の最終手段だ。最終手段？大げさだな。なぜだ？ああ、デトラフを呼び出せる存在がいるのだ。その資格を持ち、強大な力まである。どこへでも彼を引っ張り出せるだろう。しかしその存在に関わること自体が、なんというか溶岩の渦巻く峡谷の上で綱渡りをするような冒険なのだ。私にとってもお前にとってもそれほどの危険がある。無謀な賭けはしたくない。だから頼む、私の方法でやらせてくれ。その方が早いし簡単だ。コンビナリウスは半生を費やして自説を証明しようとした。共鳴水の生成は簡単ではないだろう。ご明察。デトラフの組織に加えて高等用刺激剤が必要だ。要は毒薬で、飲んだものに記憶の映像を入りやすくさせる。なるほど。いくつか使えそうなものが思いつく。ただ残念ながらどれも希少な物質だ。まずはマミューンの分泌液だが、一番近くでもビジマンにしかいない。スポッテッドワイトの唾液も使えるが、何世紀も前に絶滅した。コボルドの眼球でもいいが、警戒心の強い生き物だ。目玉をくり抜くなんてとてもじゃないが。時間が限られているからな。手伝いを頼むことにしよう。今のは何だ？カラスだ。この辺りならどこにでもいる鳥だろう。非常に知能が高くてな。お前が挙げた生物を探すように言いつけた。彼とその仲間たちがやってくれる。お前の挙げた怪物が一匹くらいは見つかるかもしれない。そしておそらくは、気を悪くしないでほしいが、カラスの群れが総出で探す方がウィッチャー一人よりも早いはずだ。とはいえ多少は時間がかかるだろう。待っている間、マンドラゴラ酒でも一杯どうだ？酒の誘いは断れないな。ちゃんとした蒸留酒でなくて残念だ。漬け込んだだけでは薄い。その方がいい。お前の自家製マンドラゴラ酒を飲んだら
たちまち秘密を全部打ち明けてしまうだろう。さあ、リビアのゲラルトはどんな秘密を持ってる？俺を罠にはめたつもりか？悪いな。俺に何か白状させたいならもっと頑張らないと無理だ。やりがいのある挑戦は大好きだ。ならどうすればいい？そうだな。お前の方から呼び水になる秘密を喋ってみたらどうだ？吸血鬼の人生はさぞ魅力的なドラマに満ちてるんだろう。何か知りたいことはあるか？再生した直後はどうしてたんだ？想像通りだ。初めはとにかく回復に専念していた。今でも完全には回復しきれていない。あまりにも弱っていて、最初の1年は自力で動き回ることすらできなかった。デトラフは弱っている私を根気強く支えてくれた。助けてくれたのが彼でなければ再生にもっと時間がかかっていただろう。なんとか一人で起き上がれるようになると、私はブルッゲへ向かった。かつてディリンゲンにいた頃に家を構え、癒し鉄拳外科医として平和に過ごした地だ。人々の尊敬を集め、大衆の想像する化け物じみた吸血鬼とは正反対の暮らしだった。ブルッゲ、生まれ変わって故郷が恋しくなったのか？ああ、少しな。だがお前はどうなんだ？今までどこにいた？シリラは見つけたのか？あの時はな。だがすぐ後にまた離れてしまった。次にシリが戻ってきた時、俺たちは共にワイルドハントを倒したんだ。波乱万丈だな。どうやら私はいろいろと見逃してしまったようだ。そうだな。だが詳しい話は今度にしよう。今お前に聞きたいことがたくさんある。誰もが聞きたい大きな質問が一つある。死んだ後ってのはどうなるんだ？人間の信じる神々の世界が本当にあるのかが知りたいわけか。それは私にもわからない。吸血鬼と人間は大きく異なる。我々を構成する要素は形を持たなくても存在できる。我々の生存には心臓も脳も呼吸器も必要ない。だが死んだんだろ？人間が言うところはな。感覚や思考はどうなる？説明するのは難しい。何か言い知れぬ不安感があった。理解を超えた言葉では言い表せない感覚だ。あの感覚が寒さと想像を絶する恐怖だと理解できたのは、再生して意識が戻ってからだ。もしデトラフがいなければ、あの凍りつくような永遠の恐怖の中で溺れていたんだろう。そんな中生きられるはずがない。想像するだけでも最悪の体験だ。ああ、私の知るどんな恐怖とも比べ物にならない。だが知っての通り、我々にとっての死は人間にとってのそれとは違う。人間の生への執着は我々の目に機械に映る。人間であればすなわち死ぬことは必死、遅いか早いかの違いだ。それゆえになぜ死を遠ざけようとあがくのか不思議に思える。弱い20で死んでも40でも100でも何の違いがある？ほんの一瞬なことに変わりはない。お前の立場ならそう思えるだろうな。20クラウンしか持っていない者の気持ちは億万長者には理解できない。いかにも。世界の見え方は人によって違う。新しい肉体に新たな人生、つまりまっさらな状態ということか？その言葉は定義が広い。具体的に何が知りたい？例えば血だ。体が新しくなっても血液依存の特性は残っているのか？今なら血を吸っても酔うことはないかもしれないぞ。あらゆる依存症はある種の霊俗状態だ。またそうなる危険を冒してまで肉体が再生しても身体的な成功が持ち越されるのかどうか実験するつもりはないな。確かにそうだ。すまない。単なる好奇心だ。気にするな。好奇心が湧くのは自然な反応だ。それに昔から好奇心はお前の長所だと思ってる。昔から吸血鬼の再生力には興味がある。失った手が生えてくるのはいいとしても、デドラフが液体となったお前を再生させた話は別格だ。骨の折れる仕事だが不可能ではない。私の存在がその証拠だ。だがお前も相当な経験をしてきたと聞いている。記憶を失ったそうだな。短い間だけだ。トリスの助けで元に戻れた。
実際記憶喪失だけで済んだのは幸運だったよ。ああ、人間は非力で軟弱な存在だからな。命を奪うのは何の造作もないことだ。その点では人間に同情してやまない。その点で吸血鬼ははるかにしぶとい。他の種族の者に殺されたとしても上級吸血鬼の力を借りて再生することができる。ただし同族の者から致命傷を受けて死んだらそのままだ。再生できない。かつて吸血鬼が同族同士で戦わないと誓った大きな理由の一つでもある。よし、お前にも一つ質問させてやろう。何が知りたい？ゲラルト、お前のような興味深い男に対してたった一つか。意地が悪いな。だが有効に使わせてもらおう。もしお前が死んで私のように再生できるとしたら、生まれ変わってもまたウィッチャーになるか？次もまたウィッチャーになるかどうか、一番知りたいことがそれか？知りたいことだらけだが時間もない。さあどうだ？別にウィッチャーを志したわけじゃない。運命にそうさせられたんだ。もし選べるなら他の職業を選んでいた。ひとときも気を抜けず命の危険にさらされることのない職業がいい。尊敬されるような仕事なら言うことないな。正直に話してくれてありがとう。真に勇敢な者だけが持てる美徳だ。故に正直者は少ない。翼のある仲間からは音沙汰がないな。指示はちゃんと伝わってるのか？心配無用だ。もう少し待ってみよう。間もなく帰ってくる。間違いない。眠っている時でさえ常に警戒を解かない。まるで吸血鬼だ。思い出してみろ、草の試練の時に我々の遺伝子を埋め込まれた覚えはないか？褒め言葉として受け取っておく。それで何か知らせは？お前の言った通りだ。この辺りにはコボルドもマミューンも。だろうな。最後まで聞け。実はスポッテッドワイトはいたんだ。カロベルタの森にある廃屋に住み着いているらしい。ありえん。スポッテッドワイトは俺が生まれる前に最後の一匹まで狩り尽くされたはず。それならウィッチャーとスポッテッドワイトの歴史の知識を更新した方がいい。そいつはどうにかお前のお仲間から生き延びたんだ。住処の廃屋はおそらくわかる。地元の住民は呪われた家だと信じていたはずだ。それでワイトが生き延びられたのかもな。誰に干渉されることもなく。その呪いについて他に何か知らないか？詳しいことは思い出せない。あまり興味がなくてな。逸話として耳に入ってきたが聞き流してそれきりだ。何か思い出してくれ。些細なことでも重要な情報になりうる。飢餓に、いや欲に関連する逸話だった気がするな。誰かが何かの罰を受ける、そんな話だ。呪いの起源としてはありがちな話だな。小耳に挟んだだけの話をいちいち記憶してたら脳がいくつあっても足りない。どうだ？遠い昔に絶滅したはずの生物と呪いが同じ場所に存在する。これは偶然か？何か関連性がありそうだ。ああ、専門家の好奇心がくすぐられてるわけか。気が済むまで悩んでも構わんが忘れないでくれよ。必要なのはワイトの唾液で、それ以外はどうでもいい。ワイトは森には滅多にいないし、廃屋とはいえ人間の家に住むのはもっと珍しい。荒れ地や廃れた墓地にいるのが普通だ。何が言いたい？スポッテッドワイトではないかもな。小さな助手が見間違えたかもしれない。それは考えにくいな。カラスは抜群に知能が高い生き物なんだ。加えて目の良さも折り紙付きだ。カラスは何を見たんだ？その家の周りには地面いっぱいにスプーンが落ちているそうだ。スプーン？カラスたちの言葉を伝えただけだ。スポッテッドワイトの趣味がガラクタ集めなのかもな。それかスプーン自体が呪いに関係しているか。煎じ薬を調合し始めてくれ。俺はワイトの唾液を取りに行く。
それを調合物に混ぜれば完成だ。おとなしく唾液を譲ってくれると？最悪の場合、唾液栓ごと持ってくる。効果は同じはずだ。そうか、唾を吐いてくれと頼むのかと思ったよ。想像すると面白かったんだがな。もちろん唾液栓でも何の問題もない。では後で。ああ、後でな。まずは書物を徹底的に調べてみるよ。書物？煎じ薬を作るんじゃなかったのか？最後に一つ足りない材料がある。手に入れるのに苦労しそうなものだ。何かいい代用品がないか探してみようと思ってな。なるほど、頑張ってくれ。ああ、お前もな。